純粋に面白そうだなと。俺はやっぱり常にね、刺激を求めてるから、そういう、まあ、もちろん新入の中でもさまざまな刺激があるけど、外から来る刺激ってまた違うじゃない。これは植えるかな。ただこれをただの交流戦にするか対抗戦にするかは、まあ、はっきり言ってノア次第。クオリティは間違いなく新入の方が上だろうね。そこはしっかり気合い入れてね、ノアさんの方はね、喧嘩を打っていてほしいよね。そしたら俺の魂を燃えて暴れ来ることができると思う。まあ楽しみ。俺2人ぐらいちょっと名前がポッと今頭に浮かんだけど、まあ、1人はちょっと絡んだこともあるけど、やっぱ丸口直美ちゃん、まあ、もう1人はやっぱ中島和彦だよね。同年デビュー で、まあ、でシングルマッチで過去2回やって2回とも負けてるって、俺としては本当リベンジのチャンスでやってるから。新日本プロレスとプロレスリングノアが対抗するんだから仲良し恋じゃないよね。うん、もう言ったってまあ潰し合いみたいなもんでしょう。うん、新日本プロレスは業界ナンバーワンかもしれないけど、まあノアはプロレスナンバーワンだと思ってるから、うん、いや全然見ないね。え、誰がチャンピオンなの？高木選手。ああ、高木選手。やってみたい相手、そうだな。美味しい相手かな。ああ、腐ってるのも好きじゃない。まずいものも好きじゃない。俺の口に合うものを用意してくださいよ、新日本プロレスさん。まあ、正直何も感じてないですね。あ、そうなんだぐらいしか思わなかったですし、そんだけ脅威を感じてれば気合い入れなきゃいけないなとか、絶対負けられないなとかっていう思うと思うんですけど、まあ、どの選手が活躍してるかってもほとんど知らないですし、でも誰がチャンピオンかも知らないですし、なんかまあオリンピック出てる人たちが、近所でやってる高校の話とか知らないでしょ、誰が活躍してるか分かんないでしょっていうぐらい、まあ、僕はそれぐらい差が開いてると思いますし、それぐらい知らないですね。興味がない。いや、せっかく出したのにもっと言い続けたらよかったのになって思いましたけどね。それから言わなくなってしまったじゃないですか。まあ清水選手もそこまでの選手なのかなっていう、ちょっとなんか残念な感じましたね。まあノアで活躍してるのかしたいのかわからないですけど、うん、まあやべえやつが出てきたっていう風にはなってないですからね。はい、最近話題になった今年入団した武藤圭司さん。武藤さん入団してるんですか？まあでも素晴らしいレスラーだったんじゃないかなと。だったっすよ。過去形ですよ。はい、やっと来たなっていう感じですね。いや、自分が新日本さん、そしてレインメーカーっていう名前を出してから随分経ったので、ついに来たかと。戦いですか？リング上での戦いに差は感じてないです。岡田選手ですね。でもやってみないと分かんないですからね。もしかしたらあぐらをかいて視野が狭くなっちゃってるんじゃないですかね。自信はあります。まあ少しとは言わず、新日本プロレスのお客さん全部持って帰っていくつもりであります。面白そうだなっていうのが第一印象ですね。はい、僕は新日本プロレスに対して、むちゃくちゃ誇りを持ってますので、うん、そういった意味で新日本は負けれないっていう強い思いがありますね。新日本プロレスは今本当に選手も充実してて、ちょっとね今新日本プロレスのリングに他団体の選手が来てもかなり残酷な結果になると思います。
あの子を押されてるじゃないですか。あの子、あの子、雨宮くんじゃなくて、清宮くん、はい、清宮くんね、なんかこう突き抜けそうで突き抜けれない感じが、はい、あ、なんかこう棚橋の若い頃ダブルなって気がしますけど、僕はね昔こう武藤さんにこう何回も何回も弾き返されたみたいな時期があったんで、だからそういった戦い方も面白いんじゃないかなと思いますね。対抗戦ね、なんかまあまあ嬉しいですよ、うん、まだ現時点では業界のトップは新日本なんだろうなきっと、うんうんうん、ただ俺もねプロレス長いキャリアある中でさ、ね、俺の一つの自慢っていうのはさ、その世界中のトップと言われる強豪っていうのをいろいろやりましたからね。ハルク・ホーガンしかり、リック・フレアしかり、スティングしかり、アントニオ猪木しかり、ね、天竜、長州、うん、でここで俺は岡田っていうの知らないんだよ。まあ一応トップだからな。また岡田っていうのをもしやる機会があったら分かんないけど今まだ、うん、また一つ俺のねキャリアの中でこのね俺のねあれ一つ加わるからな、うんうん、ただ自信はあるよ。ね、ノアのファンにはね、武藤敬司、ノア所属でよかったなっていうふうに思わせるような試合をしますよ。